命を感じるっていうのか、ちょっとその表現がオーバーかも分かりませんけど、やっぱりそれは植えた人間のそのこう思いがね、あの伝わるというのかな、その感じるものがすごくあるんですよね。黄色く染まり始めた木々の間を感慨深く歩くのは中満義明さん69歳です。黄金の世界が間もなくやってくるなということで心待ちしている部分もあります。まあ、あのそういう黄金の世界の中でこう、まあ、作業をするというのか、まあ、一つの人生の楽園。もともと東京で暮らしていた中満さんですが、36年前に妻の故郷である垂水市に移り住みました。その後先代から受け継いだ荒れ果てた山を再生しようとイチョウの木を植え始めていったのです。この時期中満さん夫婦は大忙し。銀杏の実を拾い集め、きれいに皮をむく作業に追われています。もうやりたくないなんて思ったことも何回もありました。二人で最後はもうイチョウの木をもう達成したいという、もう二人の気持ちが一つになってるもんで、これだけでは喧嘩はしないです。他のことではお家ではもう大喧嘩もしますけど、イチョウに関しては喧嘩もないです。妻がねものすごく大変だったと思う。彼女がそんだけまあハマってしてくれなかったら、とてもとてもこういう世界は出来上がらなかったと、感謝してるということじゃないですか。中満さん夫婦の思いが込められた千本イチョウ。雄大な桜島が一望できる景勝の地に、今年ももうすぐ黄金の世界が広がります。実がなった時にこう涙が出るんですね。まあ、自分がそう植えたものに応えてくれた、そういうことに対する感謝じゃないですか。来る方がそのいろんな感情で来られると思うんです。よかったなと、できればまた来年も来たいなと感じていただけたらと。